いやー、ほんとさ、毎年毎年思うけどさ、一年ってあっという間なんだよね。はい、ということで、大晦日、いかがお過ごしでしょうか？また今年もやってきました。ね、なんだかんだ毎年やっているこの動画。2021年買ってよかった大賞！ゆるくやります。はい、ということで、2021年僕が個人的に買ってよかったなーって思うものをひたすら紹介していくだけの動画なんだけど、今年はあんまりね、例年より少ないかもしんない。あんまり物買ってなかったなーって、なんだろう。その、今回この動画撮るために、いろいろ、Amazon のさ、購入履歴とか見てて、あんまり見つからなかったんだよね。あ、ちなみに、こちらのグッズ、まあ、先日もう受注が終了しちゃったんですけども、まあ、注文してくれた皆様、ありがとうございました。これね、修正前のやつをね、今何となく置いてるんだよね。修正後のやつ、サイオレの家にディスプレイしたままね、忘れて帰ってちゃってさ、だからまあ、この色味じゃないから、でも一応置いてあるだけ。うん、って感じで、このね、白玉くんと俺は呼んでるんだけど、この可愛い子ね、置いてまして、差し色にみかん置いてますって感じで、まあやっていきましょうか。はい、今年買ってよかったもの、もう、着てます！プンバくんのシャツです！プンバくんとは何ぞやって感じの方もね、いらっしゃるかもしれないですけど、僕大好きなんですよ。プンバくんという、こちらはね、ビションフリーゼの男の子。いや、ほんとプンバくんってもう可愛くて、そして賢くて、とってもいい子でさ、めっちゃ可愛いんだよね。で、好きになったきっかけっていうのはもう4年前ぐらいから好きなんだけど、妻がツイッターで見つけて、で、それで俺に見せてくれて、うわ、めっちゃ可愛いってなって、そっからね、ほんと、白いモフモフのふわふわのワンちゃんがすごい好きになっちゃって、この子とかもね、好きなんだよね。いや、で、そのプンバくんが今年グッズを出したと。で、それを見て、もう買わざるを得なかったわけですよ。この黒のロンティーね。はい、今上着着てるけども。うん。そして日めくりカレンダー。これをね、毎日めくってるわけですよ。とっても可愛いですね。もう可愛すぎてめくりたくないって思っちゃうんだけどもね。いや、まあ中身は見せれないけどもね。いや、ほんとプンバくん。そしてそのプンバくんの可愛いを提供してくれるプンバくんママ、ほんとにいつもありがとうございます。そして犬のカレンダーといえば毎年紹介しますけども。はい。犬の日めくりカレンダーね。今年も可愛かったよ、ほんとに。はい。本日31日のワンちゃん、こちらめっちゃ可愛い！え、かわいい。はい。でね、この1年間もね、やっぱり、お気に入りのワンちゃんいっぱいいましたよ。いくつか紹介したい。窓の外を見つめるワンちゃん。この子めっちゃ美人じゃない？そしてこの子、あ、ちゃうちゃうかわいいよね。舌が紫色なんだよね。それもかわいい。え、この子めっちゃかわいくない？あくびしてる。あーはー、これはかわいい。ね。そう、プンちゃんの影響でやっぱりね、白いね、ふわふわのワンちゃんがすげえやっぱり、見たら癒されるようになっちゃってさ。たまらないですね。これもうすごいよね。写真として素晴らしいよね。芸術よね。そしてこの子、これもすごいよね。うん。しぶきがブワーっと。美しい。はい。まあ、こんな感じかな。いやー、今年も癒された。本当にありがとうございます。来年も楽しみにしています。ということで、こちらも買ってよかったです。じゃあ次は、カレンダー紹介したんで、まあ、家に置いてあるもの。はい、こちらね。これ何かと言いますと、まあ、妻が買ってきてくれたんですけども、キャンドルを置くとこなんだけど、このキャンドルを、火つけて、この熱気で、この上の、これが回るのよ。くるくるくるって熱気で、ブワーっと。これめっちゃ可愛くねと。うん。つけてみようか。今はこれ回ってませんね。じゃあ、つけます。キャンドルを、つけると、ついた。ちょっと時間かかるかな。さあ、どうだ？この火の熱気で、火がすげえちっちゃい。火がすごいちっちゃい。もっと頑張ってくんねえかな。動いてきたか？そんな気がする。動け。動け。はっ！はっ！待ちましょう。まあ、多分回ると思うんだよ。だけど、今ね、キャンドルの火が弱いから、もうちょっと待ってほしい。で、この火をつけるつながりで言うと、こちらですよ。このカエルの置物なんだけど、何かと言いますと、これね、中外せて、はい。ここに、お香を立てるんだよ。お香を立てると、このカエルの口から煙が出てくると。これがね、もうまさにね、魂が抜けてるように見えてすげえ可愛くて、魂抜けるくんって呼んでるんだけど、めっちゃ可愛いよ。はい。こういうね、お香を、棒タイプのお香をここに刺しまして、で、ここに火をつけると。うん。ついた。いいね。はい。見えてるかな？画面でちゃんと。今、煙出てるんだけど、見えます？ちゃんと。見えるかな？ち
遠出、あー見えるね、うん、黒い服でよかった。でこれでカエルくん、抜けるくんを差し込むんだよね。こう気をつけて、すると抜けるくんの口から出てくるんだけど、あ、ほら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 、可愛くない？抜けるくんの口から魂抜けてんの。これはね、一目惚れだったね。ほら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 、でほいい感じにさ、目がうつろじゃん。って感じでしょ。かわいいでしょ。いや、これは買ってよかったね。うん。一日の終わりとかで、なんかね、こう、ハイボールとか飲みながらね、この抜けるくんのね、魂が抜けるこみたいな癒されてるんだよ、俺は。で、お前全然回んねえな。じゃあ、引き続き頑張ってもらったことで、次は、まあ、この綺麗なものつながりで、これをね、つい先日買ったばっかりなんだけど、水晶。これ俺別にあの水晶を集める趣味なんかないんだけど、一目惚れだったんですよ。めっちゃ綺麗って。どうですか、分かりづらいかな、めっちゃ綺麗じゃない、ほら、あ、まあ普通に見ても綺麗だけどさ、この色合いね、めっちゃ好きよ俺。うん、緑と紫と、まあ、こういう感じですね。いやー、なんかさ、水晶ってさ、なんかいろいろさ効果があるみたいな話もあるじゃん、邪気退散とかさ、そういう、でもそういうのは別に俺全く考えてなくて、単純にもうこの見た目だから、もういわば顔ファンなわけよ。水晶の顔ファンってなんだよ。はい、これ置いときましょう。うん、綺麗ですね。頑張れ。仕事終わりといえばこういうのもね、すごい良かったですよ。牛乳と混ぜるだけでいちごミルクになる元ですね、これ。これめっちゃ美味しかった。なんかそもそもすごい人気らしいんだよね。試しに買ってみてすごい良かったです。まあ、シンプルにいちごミルクでもいいし、お酒とあってもね、ウイスキーとかね、そういう風にしてもすごい美味しいらしい。それはまだやってないんで、まあ、今度試してみたいなと思ってます。はい。さて、お次は何行こうかな。電子機器系というか、まあ、ガジェット系行きましょうか。はい。夏ね、これすごい良かったなと思ったんですよ。はい。首にかけるタイプの扇風機。なんかよくあるじゃん、こう首かけてさ、こっからファンがブワーってこう顔当ててくれるみたいな。で俺は顔に当たってほしくはなかったのよ。冷やすのは首だけでよかったのね。まあこうかけまして、ここにファンがあって首正面冷やしてくれる。正面だけじゃなく、なんとこれ実はこの後ろの方、後ろの方、こっちか、穴あるじゃん、こっからも風が出るのよ。まあだから首の正面も裏もどっちも冷やしてくれる。そんなね、まあ、僕にとってはすげえちょうどよかった。で、強さもね、3段階あるんだよ。うん。全然音聞こえないでしょ。これ今一番弱いんだ。うん。そして2段階目、3段階目と。3段階目だったらさすがにちょっと音聞こえるかな。うん。ほら。あ、これぐらいの音？だけど涼しい。だけど今の季節は寒い。はい、首にかける扇風機でした。また来年もね、使っていこうかなと思います。続きまして、そうですね。これやっぱり良かったね。AirPods。AirPods Pro をね、今年買ったんですよ。ノイズキャンセリング機能、とってもいいね。外にいても音楽がすっごいよく聞こえるし、もちろん音質もいいじゃん？そしてさ、ちっちゃいのってすごいいいわ。うん。今までやっぱりその有線が好きで使ってたけど、いや、これは覆ったな。で、AirPods Pro も素晴らしいんですが、何気にこの、ケースが僕すごい気に入ってるんですよ。これね、ザラで買ったんだよね。ザラで売ってて。これ首にこうやってかけて持ち歩けるし、これ紐を取り外せて、これだけでもこういう風にどこでもつけれるから、こうやってズボンとかにもつけれると。これはとても優秀でした。いや、ほんとね、こういうケースをね、まさに探してたんだよ、ずっと。で、全然検索書も見つかんないし、なんかないかなーって思ったらザラにあったと。しかもデザインも結構好みと。うん。これいいですよ。そして音楽つながりで言いますと、まあこちらかな。まあベースやってるんで、こちらのエフェクターを買ったんですよ。プラズマコイルというエフェクター。これを紹介する前にちょっとお話しさせてもらうと、いや今年は僕ね、今までの人生の中でもトップクラスに嬉しいことがありまして、僕が本当に少年時代からずっと憧れても大好きなムックのボーカルの達郎さんのラジオに
出させてもらいまして、その流れとかもありまして、ムックの達郎さん、そして、ノーコットの団長さんがやられてる番組の、いちくりロックスっていうね、番組があるんだよね。そこにゲスト出演させてもらいました。で、その、いちくりロックスが主催するオンラインライブイベント、いちくらナイトというね、オンラインライブイベントがありまして、その中で、いじくりバンドというね、セッションバンドを組ませてもらうときに、僕がベースで呼んでもらえたんです。本当にありがとうございます。いや、もう本当最初ね、自分のそのスタッフから、話したときはドッキリでしょ、絶対こんなのドッキリだよって思うけど、俺なんかにドッキリする意味なくねみたいになって、じゃあこれマジだってなって、もう本当に大パニックになっちゃったけど、本当にめっちゃ葛藤したの、恐れ多すぎて。ムックの達郎さんが歌うバンドのベースを弾くなんて恐れ多すぎて、気持ち的にはもう無理だったんだけど、ここでやらないという選択肢を取ると、絶対に俺は今後の人生ずっと後悔して生きるんだって思ったら、意地でもやるしかねえってなって、やりますって言ったの。いや、本当に、でも結果的にやってよかったです。刺激的で、もう楽しくて。だってさ、メンバーがえげつないんだよ。ボーカルはムックの達郎さんで、ギターはナイトメアの棺さんとアルルカンのナオさん。そして、キーボードに元富士ファブリックの足立さん。で、ドラムがシドのユイヤさん。で、ベース若くバンド富士、どういうことっておかしくね。いや、でも本当に楽しかった、あの日は。うん。で、その話戻るけど、そのいじくりバンドっていうね、セッションバンドのリハーサルがあった時に、そのスタジオ入って、で、そのアルルカのナオさんのギターのエフェクターボードのとこにこれが入ってたわけよ、プラズマコイル。で、もともと僕がね、すごく気になってたエフェクターだったんだよね。だけど、その YouTube でさ、その思想動画とか見てもなんとなくわかるけど、実際にやっぱり聞かないとわかんないわけよ。うん。その、ローの出方とかさ、うん、どれぐらいハイがついてくるかとかさ、あるじゃん。すごいマニアックでごめんね。で、そんな時に、ナオさんのボードにこれが入ってるのを見つけて、あ、プラズマコイルじゃないですか、これどうですかって聞いたのね。そしたら、あ、こんな感じですよ、と。聞いてくれたわけですよ。したらね、めちゃくちゃいい音。てか、それよりも以前に、ナオさんギターが超うめえっていう。まあ、それ当たり前なんだけど、プロだからね。いや、で、その音を聞いて、あ、これはベースでも使えますかねみたいな話をして、あ、これ全然ベースでもいけますよ、みたいな感じの話も、ね、本当にいい人で、ね、話も弾みまして、購入に至ったと。まあ、どういう音かっていうと、まあ、プラズマコイルっていう名前の通り、もう電流ビリビリみたいな、そういう音なんだよね。これはね、ぜひね、自分でもね、バンドで使えるタイミングがあれば使っていきたいなって思う音でした。うん。これ買ってよかった。っていうか、全然回んねえな。どうした？まあ、気まぐれなコーナーかな。あ、でもいい感じだね。ああ、すごい。あ、急にどうしたお前。お、急にどうした。頑張り出した。ほら、どうですか？綺麗でしょ？このね、キラキラがね、この光がこう、ね、乱反射する感じもすごく好きで。うん。あ、やっと本領発揮ですね。まあ、こういうことです。はい、じゃあ次行きましょうか。で、まあ、ガジェット系行ったんで、続いてもガジェットで、まあ、編集用のね、機材になっちゃって、ちょっと、伝わらないかもしれないんだけども、こちらですね。これね、名前がなんだっけ、オービタル2というね、このダイヤル型のこの編集機材なんですけども、これすごくいいんですよ、うん、こうやってあのそれぞれにこうアクションを振り当てられまして、まあコマンド化、そしてこのね、ボタンもこの何箇所あるんだ、8箇所、うん、この機能を割り当てられるし、でも俺が主に使ってるのはこのダイヤルクリクリのこの調整用に使ってんだよね。これがね、あるとめちゃくちゃ編集はかどるの。ちょっと伝わりづらいんだけども。はい。まあそういう感じです。これはとても重宝しました。で、ガジェット系で言いますと、今年ね、あれをついに買ってみたんですよ。iPad。iPad ね、ちょっと別に、うん、いらないかなと思って買ってなかったのよ。うん、結局スマホもあるし、デスクトップの iMac もあるし。だから別に使うことないかなと思ったけど、まあそもそも買った理由っていうのがさ、あの、電子書籍読むときに、このすごく古いタブレットを使ってたのね。うん、これ何年前だろう。めちゃくちゃ古いんだけど、で、いい加減こいつがもう重たくなっちゃってもしょうがなくて、全然漫画なんか読めたもんじゃなかったの。もうそれぐらいもう古いんだけど。で、ああ、そろそろタブレット私の買うかなって思ったときに、候補として iPad があって、まあせっかくなら iPad を、うん、買ってみようかなと思って買ったんだよ。で、もちろんまあ、漫画読むのは全然申し分ないし、当たり前だけど。
で、それよりも俺が何よりも良かったのは、このペンシルでお絵描きするのがまあ楽しい。いや、試しに言ってみたさ、このプロクリエイトっていうお絵描きアプリがね、めちゃくちゃね、使いやすいというか、めちゃいいって感じなんだけど、ブラシの種類が豊富なんだよね。これが超楽しくて、こんな表現さ、なかなかできないじゃん。こういうツールがない限り。実際にこういう絵を描こうと思っても、どうやったらいいか分かんなかったりするしさ。あ、これ、あの案件じゃないからね。別に自分がいいと思ったやつだからね。もう最初買ってすぐに、もうこのブラシの楽しさで、もう、我を忘れて狂って描いたのがこれだね。もう意味わかんないから、これ。何これ。こんなものを描いたりね。うん。これ結構好きだね。もう全然、何も考えずに、手が動くまんまに描いてこういう感じ。まあ、こういうのとか。もう抽象画ばっかりだけどね。ほんと、なんだろうな。最近ハマってるのよ。一日の終わり。なんだろう、もうまったりしながら何も考えずにこうやってね、描いてるのが楽しくて、こういう絵をいっぱい量産してるんですけども、これもそうね、怖いのよね、基本的になんか。でもなんか、そういうのがやっぱ好きなんだよな。いや、ほんとね、自分でもこいつやべえんじゃねえかなって思うんだけど、何も考えずに手を動かすと、こういう絵を描いてしまってるのよ。なんじゃこれ。まあ、それのバランスを取るようにたまにはこういう絵を描いたりね。なんだこれ。わお。こういう可愛いパンダちゃんを描いたりね。こう自分の中でこうバランスを取ろうとしてんの。おどろおどろしい絵も描きたいけども、そればっか描いてたら自分の心がなんかどんどんそっちに寄ってっちゃうから、たまにはこういう可愛らしい絵をね、描いとくっていう風にしてるんだよ。やばくない？まあ、これもそうだね。なんか可愛いものを描きたいんだけど、何描いたらいいってその妻に聞いたら、じゃあワンワン物語描いてよって感じで、ワンワン物語を描いた絵ですね。この子は、まあ、わかるよ、なんとなく。だけどさ、レディの方ってこんなんだっけ？ほぼ何も見ずに描いたから、まあこうなっちゃったんだけど、それで言うと他にも、リトルマーメイドのアリエルね、もう何も見ずに描いたらこうなった。でも絶対こんなんじゃないもんね。わかんないんだよね。で、一番やべえのが、スティッチなんだよね。スティッチ何も見ずに描くのね、マジでむずくて。こんなんじゃないよな、絶対に。あとはこういうイラストもあったり、好きな表現ですね、こういうのが。こんなのもね、描いたりしたね。まあ、これはね、クリスマスが近かった時に描いたんだよな。クリスマスツリーをイメージして描いたんだけど、なんかここら辺がね、好みが出ちゃってんだよな。でもなんだかんだでこれがね、一番気に入ってるイラストかもしんないな。あとはこんなのも描いたり、まあ、木からこのクリスタルなんだよね。クリスタル。綺麗でしょ？クリスタルがついてると。あと、そして一番最新で描いたのが、これだね。これが一番最近描いたやつで、怖いよね。最初はね、ぽっちゃりドクロくん。ぽっちゃりドクロくんを描こうとしたのよ、最初は。まあ、ぽっちゃりドクロくんっていうのはね、僕が、描いてたキャラなんだけど、まあ、こういう子なんだよね。可愛いよね。そう。この子をね、描こうとしたっけ、最初は。はいはい。かわいいじゃん。これを描こうと思って何も考えずに手を動かしたら、これよ。まあ、こういう感じでね、まあ、時間がある時にお絵描きを楽しんでいると、そういうわけですよ。こうやってね、楽しい。楽しい。どうしよっかな。はい。まあ、だいたいこんな感じなんですよ。今年買ってよかったもの。どうしよう。ちょっと時間あるし、振り返ろっか。はい、こちら YouTube チャンネル富士工房ですね。これが1年前の2020年買ってよかった大賞だね。で、こっから2021年になっていくと何を挙げてきたかね。まあ最初は試練を挙げて楽しかったな。で、アマンガスね、やっぱりその2020年の何月ぐらいからだったっけ、10月とか11月ぐらいから始めて2021年結構挙げたよね、アマンガス。いや、楽しかった。まあ、最近あんまり上げれてないけど、またやりたいなと思ってます。で、まあ、こういう感じで、結構アマンガスやっぱり多いね。これすごかったな。日本で誰も動画化していない意外な良作って、まあ、タイトルにしたんだけど、まあ、この時にはまあ、誰もやってなかったんだよね、日本では。で、ピンクガムってこのゲーム。これ、ちょっと、中ね、結構モザイクにしてる箇所多いんだけど、芸術でしたよ。だけど、YouTube さんちょっと厳しいから、モザイクにしないとこれ厳しいかなっていう表現があったりして、まあモザイクが多いんですけども、
これはね、ぜひやってほしいね。うん、皆さんにも。あと、意地悪な問題ね。これなんかやけに再生回数が回ってるね。187万もいってんのこれ。最初のやつは153万なんだ。2のが多いんだね。まあ、そして相変わらず、そのアマンガスもやりつつ、あ、ルドーな。またやりたいね、ルドー。楽しいよな。あと、デッドバイデイライトもね、この時結構やってたな。エバーフットがね、始まってるね。言葉にできないほどやばい物語。これすごいゲームだったな。ゲームの壁を壊してくる感じが面白かったな。あ、で、意地悪の問題3は134万なんだ。あ、そしてこれくらいからか。はい、ハンドシミュレーター対決ね。富士、ピラノ、トワコ、トシゾのこの4人ね。いや、すごく面白いからね、この4人でよくやってるんだけど。だけどさ、その今更ね、こんなにこの実況歴長くあってさ、新しくグループ名作るってすごくこう気恥ずかしいから、グループ名は作ってないんだよね。まあ、お好きに呼んでください。僕らはほんと、ドキドキプリティトシちゃんと呼んでるんで。で、アルティメットチキンホースね、そのさっきの4人で遊んだりもしてるね。懐かしいな。あ、で、ここからか。8ヶ月前。4月だね。4月からモンスターファーム2。そう、俺今年の自分の実況、何が一番印象的かなって思ったら、やっぱり、このモンスターファーム2かな、シリーズとしては。いや、ほんと、最初は、単発のつもりだったのよ。単純にやっぱり自分が子供の時にめちゃくちゃ好きだったゲームで、まあでもやっぱり、今の若い子たちはやっぱり知らないかなって思って、単発ぐらいの気持ちやったんだよね。いや、したらやっぱりね、めちゃくちゃ自分が楽しくて、あ、こんな俺楽しく、今でもね、少年の気持ちやれんだったら、やりてえと思って、やったんだよ。で、今も続いてるって感じだね。まあ最近ちょっと更新頻度がちょっと緩やかになってるけど、でも最近ね、大会もやったから、またね、新しい第6章で、モンスターをね、育成していきたいなと思ってるんだよ。で、そうだ、モンスターファーム2といえば、今年本当にこれ買ってよかったなって思うものがあるんだよ。はい、こちら、モンスターファーム2マニア攻略本ですね。これはもうね、動画の中でも言ってるんだけど、いや、めっちゃ面白いのよ。やっぱりこう、なんだ、ネットにもさ、攻略情報っていっぱい落ちてるけど、やっぱりこう、本で見たいなって思う気持ちがあったりするのよね。やっぱり、あ、楽しいし、こうやって探してるのが。あとね、このモンスターファーム2マニア何が面白いって、登場人物の原画とかね、あ、こんなキャラいたんだとか、あ、こういう衣装もね、構想があったんだとか、いろいろね、小ネタが満載で、これは面白いよ。モンスターファームが好きな人は、買っていいと思います。いや、本当にこれにはお世話になりました。モンスターファーム2マニア。まあ、主に冒険の時に活用したね。あと、それとさ、モンスターファームといえばさ、今年結構ね、公式の方で動きがありまして、モンスターファーム1と2のそのデラックス版っていうのが発売されたんですよ。で、それに伴って、なんとこんなものがね、はい、こちら、モンスターファーム、1&2 デラックス、世界に一つだけの25周年記念ボックスっていうのが、これがね、今も売られてんのかな？数量限定だったかもしれない、確かこれ。で、これすごいのがね、中に入ってるものがもう、ファンなら嬉しいものばっかりで、オープン。はい、開封動画になってるけど、これね、まあこれまあ俺、袋から出してないけど、このモッチーの、昔なんかゲームフェスか何かで配布してたものらしいんだけど、モッチーのサコッシュだっけ？まあビニールのね、この醤油タイプのものを入れられるやつね。そして、秘密の CD。これはね、これもその昔配布されたものらしくて、モンスターおみくじ CD。ほう。これで何かモンスターがね、スペシャルなモンスターが誕生するらしいんだよね。だけどこれが誕生させられるのはプレステ版なんだよね。だから今スイッチ版やってるから、まあこれは活用できないんだけども。でもこれもさ、嬉しいよね。そしてモッチーとスエゾのアクリルキーホルダー。俺スエゾ結構好きなんだよね。そしてこれはモンスターファーム 1&2 デラックス丸ごとモンスターファーム大特集というね、こういう冊子もありまして、これなんかすげえ面白かったわ。モンスターファームの25年の軌跡も書いてあったりするし、アートワークスもね載ってたりとか、これ面白いよ。そしてこれがすげえなって思うんだけど、内部企画資料、モンスターファームを開発されていた当時の開発資料。いや、面白かったね。モンスターのこの大きさの比較のそのイラスト資料とかあったりとかね、こういうパラメータにするとか、そういう
本当に開発段階のものがね見れるのは面白いです。そしてもちろんモンスターファーム 1&2 デラックスのスイッチ版のソフトがあって、これがすげえ嬉しかった、サウンドコレクション、うん、CD だね。いや、モンスターファームね、音楽すごくいいと思わない？もう動画見てくれてる方だったら共感してもらえると思うんだけど、だからこの CD はすごく嬉しかった、うん、だってこれはさ普通に単体で売ってないもんね。このボックスを買ったらついてくると。でもうこのボックスももう買えないってなると、今俺がこれもう宣伝しちゃってるけど案件じゃないから全く連絡とかないから、単純に自分がファンでやってるだけで。一番これも嬉しかったけど、これも嬉しいけど、まあ同じぐらいかな、すげえ嬉しかったのはこの金のモッチー像。結構な重量あって、この光沢感でモッチーで、すごいのが隠しちゃってるけど、シリアルナンバーがねそれぞれに刻印されてるんですよ。だから文字通り世界に一つだけのねボックスであり、この金のモッチー像なんですよ。これは嬉しいね。いや、モッチーもね育成してみたいな、いずれ。はい、こんな感じだね。でこれで本当に以上です、今年買って良かったものは。うん、やっぱり今年、うん、一番印象に残った実況はモンスターファームだからね、これは欲しかった本当。まあそれと振り返っていくと、ニューポケモンスナップもねすげえ楽しかった。もうこれもそうだね、結局やっぱり自分が子供の時にさ好きだったゲームがリメイクされるとめちゃくちゃテンション上がるね。すげえ楽しかったもん、モンスターファームにしてもポケモンスナップにしても。ああ、とこれも良かったね、ガーティックフォン、うん、お絵かき伝言ゲームね。お絵かき系のゲームって結構いろいろあるはずだけど、こんなに良質で笑えて楽しいゲームはねなかなかないと思うよ。もっとやりたいもん。でテトリスエフェクトもやったな。そうだ、喉を壊したんだよねこの時期、確か6月だったかな。この時ぐらいからねちょっと自分のねライフスタイルというか活動のペースをちょっと見直すきっかけになったな。ちょっとがむしゃらにやりすぎた時期でもあるんだよな。動画の投稿頻度を少し落とそうと思って、隔週で2日休みみたいな、その週2休みを隔週にするみたいな感じで活動したんだよね。で最近はね週2休みにしてるかな。結局こう自分に負担がかかりすぎた時もあったりとか、もっと大事にしたくちゃいけない時間もあったりするなみたいなこともあったりして、最近は週2休みで、今後はあんまり週何日休むとかそういう風に決めないで、もう自分がやりたい時にやって、もう休みたい時に休むみたいな、そういうペースでやっていこうかなと思ってます。でこれね、研究施設に収容された危険な少女のカウンセラーになるゲーム、これすげえ面白かったよね。でこれね、その制作者様のそのページとか見に行ったら違う子のストーリーもね作られてるらしいんで、すごく期待してます。うん、楽しみだね。ああ、そしてガーティックフォンのね、これなんでか海外でめちゃくちゃバズったこのサムネ、いやミカル先生様々ですよ。そして爆弾解除とかもあったり、あーこれ面白かったね、ゾンビが蔓延した世界で人間の選別をするゲーム。いやこれやってさ、ペーパーズプリーズっていうさあのゲーム、あれもねやってみたいなってすげえ思ってんだよな。まあちょっといろいろね今シリーズあったりするんで、それが落ち着いたらいつかやりたいなって思ってます。そしてロード96と12ミニッツ、いやここね、この12ミニッツもロード96も1年ぐらい前からずっと、わーこのゲームすっげー面白そうと思って期待したゲームだったんだけど、同じタイミングで出ちゃって、もう嬉しい悲鳴だよね。わ、どっちもやりたい、どっちもやろうみたいな、うん、そんな感じでした。どちらもね素晴らしいゲームでした。あ、そしてゲーム実況者モンスターファーム2大会ね、第1回が4ヶ月前か、うん、あって、いや本当ね集まってくれたみんなに感謝だし、すごくみんな楽しんでくれて、それが何より嬉しかった。うん。そして動物がいないペットショップ、これもねすごく斬新なゲームシステムの面白いゲームだったね。あ、そしてマリカーね、これすげえ久しぶりにやったんだけど、これやってからねマリカー欲がちょっと上がっちゃって、うん、やりたいなーって思ってんだよな。それこそさ、なんかお友達でマリカーが上手い人呼んだりして、みんなで大会とかしたらすげえ面白いかなーって、なんとなくね、別に何も動いてないよ、そんな構想をしてます。誰呼んだらいいかね。そしてダークディセプションね、ダークディセプションだ、そうだここだ、ダークディセプションが何年ぶりだったんだっけ、2年、そう2年ぶりって書いてんだ、2年ぶりに追加されたのよ新ステージが。
すごい進化あったよね。めっちゃ面白かった。で、これ2年ぶりに追加されて、次配信されるチャプターが、ラストチャプターになるんだっけ？いやー、ちょっと終わっちゃうの寂しいけど、早くやりたいよね。そして、あ、これね、宇宙人狼ラッパーズ。これサムネね、ミカルクに書いてもらったんだよ。こんなサムネがいいなっていう構想がね、あるんだけど、それを表現する、自分で表現するよりも、プロの、そしてお友達のミカルクに書いてもらった方が、良質なものができんじゃないかなと思ってお願いしちゃったんだよね。ありがとう、ミカルくん。そして、ファズモフォビアね。これもね、存在はしてたけど、やったことはなくて、その、トシちゃんの動画で、初めて4人でやって、びっくりしたわ。あ、こんな面白いゲームあったんだって。うん。ホラーゲームでありつつ、パズルゲームかのような。いや、これはもっとやりたいわ。で、ハッピーゲーム。これ、すごいゲームだね。そして、イカゲームも流行ってました。すでに亡くなっているのは誰？114万か。はぁ。やっぱりなんかこういうのみんな気になるんだね。で、なんかやけにさ、俺のチャンネルってさ、あれだよね。人気順で見るとさ、人が亡くなる系の問題がなんでか伸びてんのよな。みんな物騒なの好きね。そして、おしり探偵もやりました。存在はしてたけど、どういうものか全然わかんないし、だけどすごい人気あるのはしてたから、ああ、人気になるにはそれなりの理由があるんだろうなと思って、試しにスイッチ版のゲームだったから、やってみたらまんまとハマった。めちゃくちゃ可愛い世界だったわ。めっちゃ癒された。そして、笑えるんだよね。おしり探偵。すげえよ。そして、はい、来ました。12周年記念。うん、富士工房感謝祭。いや、これね、いや、本気で動画を作りたかったの。結局、俺ね、動画が好きなのよ、すごく。コンテンツとして。生配信とかを見るのもね、もちろん好きだったりするけど、まあ、自分ではあんまりやろうと思わないんだよ。なんでかって言うと、やっぱり動画っていうコンテンツが好きだから。まあ、もちろんね、生配信でこうみんなとね、時間を共有するのもね、素晴らしいと思うんですよ。だし、自分が視聴者で見てて、面白いなと思うもん。だけどね、やっぱりなんかね、なんかこう自分ちょっと凝り性なところもあったりするから、動画がね、好きなんだよな。作る側としては。って言ってるけど、わかんないよ。もしかしたら来年から急に生配信バンバンやり出すかもしれないし、いや、わかんない。全然そんな気は全くないけど、まあでもその時その時はね、楽しいと思うことをするのが一番いいと思うんですよ。で、話は戻るけど、この富士工房感謝祭ね、自分動画作るのが好きで、編集も好きで、みんなが楽しんでもらえるような企画を作るのがすごく好きなんだけど、なんかずっと実況してるなって。まあもちろんゲーム実況も楽しいんだけど、こう自分がこうゼロから作るようなエンタメを作りたい欲が結構溜まってて、それを爆発させようと思ったの。本気で自分が企画して、本気で準備して、本気で編集した動画、そして長時間、これを一発ズドンと発信したいなと思ったんだよ。それがこれですね。うん、富士工房感謝祭。いや、ほんとこれは、準備段階とか合わせたらもう何日かかったかわからん。グッズもね、それに合わせて作ったから、あと編集だけで、3日間か。3日間全部これの編集だけに当てる日々だった。でもね、すげえ楽しかった。で、裏話すると、これね、見てわかる通り、業者さん入ってるんだよね。スタジオ用意して、カメラ機材とか、照明機材とか、ね、返しのモニターとか、あとスタッフも結構大勢来てくれたんだけど、それを準備したりもして、こっちの最初の注文としては、引き絵が一つ、一台カメラ。そして、僕だけを抜く、寄りのカメラ、富士カメラ。そして、ゲストのみんなを映すゲスト用カメラ、一台。この三台で、ね、お願いしますと発注したんだよね。して、現場着いて、当日現場着いたら、その業者さんが、いや、サービスで、カメラもう一台つけましたよって。いや、ありがたい！ありがたいけど、編集が大変になるな。って思ったんだよね。いや、まあ、結果としてすごくね、その分クオリティも上がったから満足なんだけど、その時ね、一瞬本当編集のことがちらついた自分がね、恥ずかしいなって思ったね。その後に訪れる苦労を考えて、なんかちょっとひよってしまった自分がな、ちょっと情けねえわ。うん。まあそんな富士工房感謝祭もあったりして、48ね、これはね、ホラーノベルずっとやってないなって思ったから、うん、やりたかったのよ。だし、48ってこのゲームは、もう結構前から、実は買ってたの。もう2、3年前くらいから、いつかしたいなと思って買ってたゲームで、ああ、ホラーノベルしたいし、ちょうどあるから、やろっかなと思って、
それこそそんなにシリーズにしようと思ってやったわけじゃないんだけど、まあ、またまんまとのめり込んでますね。全然ね、クソゲーじゃないよ。いいクソゲー、いやクソゲーって言ったら、まあ、クソゲーには変わんねえのか。いやクソゲーって言ったら失礼だな。でもクソゲー、いやクソゲーというかね、ムラがすごい。めちゃくちゃ良質なストーリーもあれば、なんじゃこれっていうストーリーもあるし、まあでもそれも含めて笑えるんだよね、実況したら。ほんとゲーム実況者のためのゲームのような感じと言ってもおかしくないかもしれないね。まあシステムバグもあるけど、システムバグも含めちょっと笑えてるんだな自分。それも含めて楽しんでます。で、そして GTA オンラインもね、4人でやったりしてるね。またやりたいわ。で、第2回ゲーム実況者大会もあって、今年の富士サンタもあって、で現在ですね。あ、それとあつ森マンドか。そうだ、あつ森またね。あつ森もね、このアップデートは神ですね。自分の家作るのもいいけど、ちゃんとコンセプトがね、こう提示されて、それを作る、そしてそれを作るための家具も用意してくれてて、あとは配置するだけよ。何この至れり尽くせりな空間みたいな。お部屋作りが好きな人からしたらもうたまんないようなゲームだね。はい、もうこれもまんまとハマってますね。今後もやっていくと思います。はい、ということで今回の動画はこれで終わろうかな。これでもう何分ぐらいになってるかわかんないけど、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。来年も自分のペースで、まあ楽しいなって思うことだけをやっていこうかなと思ってるんで、自分が見たいタイミングで自分が見たい動画だけをね、選んでくれたら嬉しいです。そんな感じで僕もね、楽しんで実況活動これからもやっていくんで、今後とも富士工房をゆるく楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、では今年もありがとうございました。良いお年を。